あまり大きな声では言えないんですが、昨日警察に呼ばれました、新たな罪が重なりまして暴行罪9個目の被疑者になりまして、松戸警察の方に、暴行罪の嫌疑で昨日任意の事情聴取を受けてまいりました。はい、あのガーシーの選挙カーにスプレーを吹きかけたということで、あの犯人の顔を、ね、見るために僕はサングラスをこう右手で剥ぎ取ったんですけども、まあ、それが暴行だということで、被害届が受理されて、事情聴取でこう指折り数えていったんですよね。最初は暴行罪、弁護士法違反、逮捕監禁罪、名誉毀損で脅迫、威力業務妨害、不正競争防止法違反で道路交通法違反で暴行罪9個です。かぶりなしすごくない？一度も逮捕されていません。メディアが発表してないんですけど、警察も発表してないんですが、まあ、隠してるとか言われた後で何か言われるのも嫌なので、ただ、まあ、YouTube でも出してなかったのは、まあ、ちょっとその相手の犯人の方が、あの後実はどうなってるのかについて僕も気にはなってたんですが、一切警察にも問い合わせしなかったんですが、まだあの購入されてるそうなんですよね。もう2ヶ月以上経ってるんですけど、まあ、ちょっとびっくりです。推測ですけども、まあ、犯人は相当過去に前科があるのか、これ別に仮に刑務所に行っても出てきてからまた何をしてくるのかがわからないっていうのもあるので、まあ、要注意かなと。で、心配されてる方も多いと思うので、僕がまた新しい事件を起こしてそこで有罪になると、今執行猶予の判決を受けてるので、実刑になるんじゃないかと思われてる方もいらっしゃるかもしれないんですが、昨日弁護士に確認したところ、今一審で有罪になっている執行猶予についてはまだ判決が確定していないので、その判決が確定した後に犯した罪が対象になるということなので、まあ、今回のこの暴行事件が万が一起訴されて有罪になっても、まあ、執行猶予が取り消されるとかそういうことじゃなかったそうです。はい、NHK をぶっ壊す。